待ってよ、まだだよ。まだだよ。はい、じゃあ2本目いきまーす。2本目いきまーす。じゃあ、いきまーす。はい。3、2、1。FM 機能案のラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのためと銘打っておりますが、はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。はい、メールアドレスの方を夏美さん。はい、メンヘラ103 @gmail.com ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、では、先週に引き続きというか、うん、まあ今日はね、12月に入ったばっかりの12月1日に収録を、しているんですけれども、はい、まあ、2本撮りですね。2本撮り、はい、第63回の収録となっております。はい、はい、で今回はね、まあメンヘラトークの内容も特に台本もないということで、ちょっとフリートークしていこうと思ってるんで、うん、はい、今日はなんていうのかな、1本目撮り終わった後にちょっと、うん、なんていうの、ミキサーをちょっと夏美さんにお任せして、そうそうそう、初の試みでね、はい、僕が初ミキサーなんていうのかな、こっちの方で、ツイキャスとかを読み上げていきたいと思っておるんですけれども、うん、はい、はい、早速ツイキャス来ておりますので読ませていただきますね。はい、どうぞ読んでください。はい、ヤンキチさんより、はい、夏美さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。1週間が早い気がします。そうですね、2、3分でしたかねはい、プレイグさんからも来ています、はい、夏美さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。はい、サッチーさん、こんばんみ。こんばんみ。プレイグさん、本当1週間あっという間本当だね、うん、2、3分だったかな埼玉のゴーさん、健太さん、はい、なっちゃん、こんばんは。こんばんは。初見の埼玉です。おいおいおい、どうもどうも、初めまして。嘘つけい沖縄大好きさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。チラチラ隠れましたね。あ、隠れちゃったが、はい、沖縄大好き、元初見の沖縄大好きですこれ初見ってなんかラジオなんていうのワードみたいな、なんかリスナーなんていうのかな、インゴ、インゴみたいなところあんのかな。元初見の沖縄大好きです。まあまあでも何回か来てるから、そういう意味では元初見か夏美さんがミキサーはおっと、そうでしょう、でしょう、でしょう。今日はあれですよ、はい、あのなん、ほ、じ、じ、自己放送、放送事故の日になりますよ自己放送って、はい、武蔵さんからも、夏美さん、健太さん、ミキサーのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんはっしょい。うん、こんばんはっしょい。ミキサー夏美がやってます。はい、ミキサーは夏美が今日は担当しておりますよ。はい。はい、ラジオ収録、ツイキャス生配信、お疲れ様です、とのことです。はい。はい、では、それでは参りましょう。今週のメンヘラジオ、いきます。はい。はい、メンヘラトーク、やい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 。はい、今週はメンヘラのメンヘラのメンヘラのためのラジオ番組メンヘラジオ、今週もやっております。はい、ありがとうございます。はい、夏美頑張っています。はい、メンヘラトークのコーナーになるんですけれども、はい、はい、冒頭でも申し上げました通り、今回というか、まあね、急遽の2本撮りっていうところもあって、うんうん、まあ、というのもですね、やっぱり夏美さんのね、体調がいい時にもう取りだめておこうと、うん、まあのが理由の一つ、はい、でもう一つの理由といたしましては、うん、今日ね、FM 技能案さんの方から、ご連絡ありまして、メールがね、うん、ありまして、2月1日からかな、うん、まあ、3月になるまで、うん、こ
この1ヶ月かけて、うん、FM 宜野湾をちょっと改装工事するみたいなね。これ言っていいのかな、多分みんな知ってるかもしれないけど、メールで回ったから知ってってるんじゃないかな、わからないけどももう行っちゃったからね、もう行ったのはもうしょうがない、機械で遊び出したよはい、それでできる時に取りだめておこうっていうのがね、はい、うんうん、そういうことでございます。体調面となんていうのかな、 FM ラジオさんのこの改装に合わせてちょっと取りだめておきましょうということで、はい、はい、今回ちょっと急遽の2本撮りなのでちょっとテーマが定まってはいないんですけれども、うん、そうですね、フリートークですね。はい、フリートークになります、うん、はい、で一応ね、あの先週のテーマがね、優しい〇〇だったのよ、うん、うんうん、でもう本当に後半、後半ツイキャスが盛り上がったっていうのもあってね、うん、夏美さんの優しい〇〇についてね、なっちゃんはお家で飼ってる、うん、ペットのね、うん、こね、猫ちゃん、うん、ココさんのね、優しいぬくもりがたまらないですみたいな、たまらないですね、うん、おっしゃってたんですけれども、うん、はい、僕の方もね、うん、そうせっかくなんで、ね、優しい丸々をねちょっと健太さんの優しい丸々は何ですか。結構ね、俺世の中にはやっぱ優しい丸々ってなんかよくよく考えたら、このテーマにした時に、うん、結構あるなって感じてて、うん、例えばね、なんか車に乗ってる時とかね、うん、みんなの多分優しさがないと、スムーズななんていうのかな、ああいう移動みたいなのってね、うん、なかなかできないと思うのよ。例えば、ね、信号がない交差点で、うん、こうやって譲り合いがあったりさ、横断歩道で立ってる子供がいて、みんなちゃんと止まって、まあもちろんルールというかね、歩行者優先のルールはありはするけれども、うん、ちゃんと子供たちを渡らせてから行かせるみたいなね、うん、まあ時折ね、危ない運転する人もそれはいますけども、そうね、はい、基本的にはなんかその皆さんの運転する皆さんのね、優しさでなんか、うん、この沖縄の交通状況といいますか、まあ、全国的にもそうなのかもしれないけど、うん、できてるのかなっていうのをなんか感じたね、うん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 、個人的には優しさに、そこでちょっと小さいかもしれん、小さいことかもしれんけど、うん、そういったなんか小さい優しさをに気づけていけば、うん、なんかどっかでね、うん、まあ、自分のせいでね、病気を患って社会にちょっと絶望した自分だけれども、もうちょいなんかこの社会に希望が持てるのかなっていう気は、うん、はい、しておりますけれども、うん、優しい健太さんの優しい丸々はこんな感じかな。優しいね、優しい、そうですね、うん、健太さん自身も優しいしね、うん、今ツイキャス見せてうんって言っちゃったよ、うんって言った、はい、まあでも俺は優しいよ、うん、優しい。ケントさんはね、優しさライセンス取ってきてますからね。そうそうそう、何だった ?2 号だった。1級持ってます、優しさライセンス。優しさライセンス1級か。はい、東京で取りました。すごかったな。はい、知ってる人いるかな、このネタ、優しさライセンスのネタ。いたら教えてほしい。うん、プレイグさんからツイキャス来ております。はい、お願いします。夏ミキサー爆誕、笑い。おお、やりますよ。はい。中途半端になんかエコーかかったりしてるんですけど、うん、ちょっと右手がね、面白いからってこう右手が勝手に動くんですよ。はい、サッチーさん、はい、夏美さんのミキサー初挑戦グッド、はい、ありがとうサッチーさん、はい、この画角もなかなかいいんじゃないかと、うん、このね、前で撮ってるんですけど YouTube より、ね、あ、はい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 、夏美さんちょっと左側にいるよりもちょっと細く見えるね。そう。何効果かな。ちょっと来週から私ミキサーやる。いいんじゃないですか。ありがとうございます。でプレイグさん。はい。初めて聞いた回想。あ。まあリスナーさんにはね、伝わってなかったことかもしれないね。そうかもしれない。うんうんうん、2月から回想するらしいですよ。どう変わるのかちょっと楽しみにしてますけれど。そうだね。皆さんじゃあそういうことを言われるまでは秘密もうこれ電波に乗るけどね、はい、なんなら放送前にスタッフさん確認すると思います。そうだねこれがね、もしね本放送に乗らなかったら察してください。あ、声を大にして言いたい私は。何を。
私たちは決して口が軽いわけじゃない口が軽いわけじゃないんだ。そうそうそう、あの止められてないから、情報提供が早いだけだ。そうそう、止められてないしね、別にね。そう、これはなお情報提供が早いんだ。なおこれはあの放送等で言わないでくださいとかはなかったはずだから。そう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 。はい、で埼玉の郷さん、はい、FM 技能案を NASA みたいにするみたいよ、うん、NASA 希望だそうです。へー、楽しみだね。 NASA みたいになるかな。へー、楽しみだね、それちょっといいね。沖縄大好きさん、今日は好きなことを語ろうぜって。うん、語ろうぜ語ろうぜ、うん、ちょっとなんかあのチューハイ飲みたい気分お酒入れたい。埼玉の郷さんより、横断歩道で止まって歩行者渡ってもらっていたら、うん、後続車にクラクション鳴らされてドアを降りて後続車にぶち切れたことのある人ですって。テープセロ。でもそれはね、後続車の方がちょっとあのなんていうのかな、マナーがないというかね、あの周りが見えてないよ。うん、うん、びっくりだよ。そこは切れていい、郷さんが正しい。うん、切れていいとこ、かっこいい。でも切れてる、切れ怒れるってところは切れてますか。切れてないです。なんでよ、なんでこのタイミングでやらせるわけわからん。プレイクさん、健太さんが優しいから夏美さん安心ねって。うん、うん、安心。ちょっと待って、安心は安心だけど YouTube の画面がちょっと安心じゃない感じかな。ああ、録画されてませんね。まあいいんじゃないですか。はい、いっか。うん、沖縄大好きさんより、はい、海藻美味しいよね。あ、海藻か、海のね、海藻と。わかめかよ。はい、海藻をかけてますね。美味しいよね。プレイグさんにシーってされてる。シーってされてる。あ、そうなんだ。郷さんが、海藻のこと山内さんは何度か放送で話してるよって。あ、そうなんだ。うん、じゃあいいね、うん。じゃあみんな情報提供が早いということで、いえいえ。うんうん、で、先ほどの、あの、郷さんの、後続車に切れたエピソードに、うん、プレイクさんが郷さん強って言ってます。強いよな。いやもう強いけど、それこも郷さんの優しさだよね。優しくて強いところだよね。うん、うん、偉い、素晴らしい。多分できないだな。後ろの人とかが降りてきたりとか、前の人が降りてきたりとかしたら、うん、多分もうドア閉めて鍵も閉めてもうすぐあのプープープーあのプープープーで返事する。あ、そうなの。それでもっと切れられる。5回鳴らして、愛してるのサインってね。はい、ヤンキセさんからも来てます。横断歩道を渡る小学生がお辞儀をする、うん、ほっこり、うん、ほっこりするよね。わかるわかるわかる。お前あの子、お前は、君はいいよって君はいいよって、いい大人になるよって、いい大人になるよって思う、ね、そうそう、すごく思う。あのご両親のなんていうのかな、教育がしっかりされてるなって。そうそうそう、うん、本当もう親の顔が見てみたいわっていうことでいい意味でね、うんうん、はい、郷さん、正義感強すぎて気をつけなきゃいけないのよ、うん、雪の日にノーマルタイヤで走っている車にも、うん、赤信号の時に降りて、うん、ノーマルタイヤで走るな、うん、恥よって走るな、警察呼ぶぞって言ったこともあります結構見逃せないんだね。そうだね。ああ、それでちょっとトラブルになったらまた大変だからね。大事故起きたらもっと大変だから。まあ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 、でも多分奥さんとかからもしかしたら言われてるのかもしれないよ。あのちょっとトラブルの元になるかもしれないから、うん、その辺なんていうのかな、気をつけてよみたいなのはね。うちの父タイプですね。沖縄大好きさん。はい。こんな感じだったのかな、後続車。おら早く行け。郷さん、子供が横断歩道を渡ってるでしょうが、後続車、ごめんねって。なんか郷さんのセリフがさ、ちょっとあの北の国からみたいになってるんだよね。うん、子供がご飯食べてるでしょうがみたいなさ。子供がご飯食べてるでしょうがって。うんうん。みんな面白いな。ね、面白いね。はい、ありがとうございます、メッセージ。渡ってるでしょうが。うんうんうん。あ、面白い。うん。夏美さんは優しい〇〇、他に何かありますか。優しい〇〇ね、うん、ね、うん、ね、なんかね、うん、うちのさ、うん、お父さんの話するんだけどさ、うん、うちのお父さんさ、うん、ちょっとさ短チャーなのよ、短期、はい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 、結構ね怒りっぽいの、うん、怒りっぽい、うん、そう怒りっぽいんだけど、うん、なんかそのお父さんが、あ、この話長くなるけどいい、
あ、いいよいいよ。あ、そのお父さんが、うん、はい、あのね、昔ね、映画を見てたの、うん、お父さんが、お父さんがテレビ、なんかテレビでやってた映画、テレビでやってた日曜劇場みたいなのが、はい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 、それでロードショーよくやってたね、そう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 、昔ね、うん、それでもうそろそろ終わりかなみたいな、うんうんうん、時に私がひょこっと覗いて、うん、なんかさ、あの、うん、何の映画かわからないんだけど、うん、赤いさ、アメリカの大地みたいな、ほう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 、アメリカの大地みたいな、赤い砂漠の、わかるわかる、なんかイメージ、そうそうそう、うん、赤い砂漠の、なんか木も生えてないような、うんうん、わかるわかる、なんかイメージ、そういうところで、うん、なんかどうやらこの主人公の男の人が育ててくれたパン屋さんの店主を、うん、この、じゃあその育ててくれた親を、うん、打つか打たないかみたいな緊迫したシーンだったわけ。はいはいはい。それで、え、な、見てんの面白いって聞いたのね、私、うん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 、面白いって聞いたらわからないっていうわけ。はい。で、え、2時間近くもわからないもの見てたのって私は思ったんだけども、うん、2時間見てて面白いってわからないって言うから、うん、どんな話なのってちょっと話を広げたのね。はい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 。そしたらお父さんの説明によると、うん、貧しい、あ、これエコーかけようかな、貧しい村の少年が町に出てパン屋になる話って言ったわけ。はい。そうって言ったんで、それで私爆笑してしまって、うん、だって2時間見て映画の感想って、うん、感想じゃないわ、あの、どういう話だったかっていうのを、うん、貧しいね、あの町の子がね、あの村の子がね、うん、町に出てパン屋になる話って、はいはい、でどうやらちょこちょこなんか親の敵がパン屋だったみたいなことも言ってくれてね、はい、いろいろこう引っ張ったのよ、話を掘り下げたの、はいはいはい、そしてもうめっちゃ私でもそのパン屋になる話って言った時点で、うん、大爆笑してしまってから、うん、なんかそしたらお父さんが、うん、なんかつまんない話だったなとかって言うわけ、うん、その映画ね、はいはいはい、つまんない話だったけど最終的にはそうそうそう内容が面白くなかったみたいなこと、ね、いい映画だったなって言うわけ、うん、で、え、なんで今つまんないって言ってたじゃんみたいな、うんうん、私はね、うん、つまんないって言ってたじゃん、ギャハハって笑ってたわけ、うん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 、そしたら、いや、ナッツが笑顔になってくれたからって言ったわけ。なんかツンデレ。お父さんがだからその映画がその映画の話をして私が笑ったもんだから、うん、私が普段ね、もう病気でさ、なんていうの、七転八倒してる時はさ、うん、もう大変なわけですよ、家の中も。あ、 その時一緒に住んでたからね、はいはいはい、お父さんも怒りっぽいから基本的には多分ビクビクして、そうそうそう、会話もしてただろうからね、してるしね、うんうんうん、お父さんもすぐ怒っちゃうから、うんうんうん、お前何やってんだってなっちゃうから、うんうん、だからでもそんなね、うん、娘がね笑ったと、映画の話をしたら笑ってくれたと、そうだからこの映画すごくいい映画だったと思うみたいなこと、あら、それで襖をスーって閉めて自分の部屋に入ってったあー、いい話、長かったね、長かったでしょ、あ、いや、いいですよいいですよ、ありがとうございます、いえいえ、とんでもないでございます、はい、素敵なお話ありがとうございました、はい、はい、では、楽曲紹介ちょろっとだけやろうかな、うん、やりますか、はい、お聞きいただきますのは、はいはい、ミンミさんでのファーストシングルから、はい、サウスオレンジお聴きください。はい、ありがとうございます。で、こんな感じなのね、来てますね、いっぱい来てる、はい、書いてますよ、はい、うん、何かな何かな、沖縄大好きさんより、はい、トラブルは大変だけど、うん、トラブルならどういうこと、あのね、あ、うん、ミゼラブルみたいなこと、漫画だね、漫画、あ、ちょっとさちょっとなんていうのかな、少年ジャンプでいうところのちょっと、うん、エッチな漫画があったのよ、トラブル。あ、そうなんか、うん、沖縄大好きさんやりよるな。で、はい、ブレイブさんが、はい、さっきのやつでね、まだ、うん、まだ渡ってる途中でしょうかって笑いってきてますね。子供の。はい、ゴーさん、
僕も短期だけど、ワイフと出会い結婚して17年、うん、あ緩和されたよって、あ奥さんの影響でね、うんうんうん、いい、ね、いい奥さんで巡り会えたんだね。ゴーさん、短期は損期と来てます。そうだね、ほんとそうだよね、うん、沖縄大好きさん、うちの父親、うん、今はないけど昔は他人の子供にもめっちゃ叱ってたなって。自転車で危なっかしい運転してる子供や、僕にちょっかい出してた上級生の子供も小学生に対して呼び出して、うん、めっちゃ叱って上級生は泣かされてましたと。あお、やっぱ正義感強いんだよねみんなね、うん、うん、すごいよ昭和のお父さん、うん、へえ、はい。他人の子供ってなかなか叱れないよね。うんうんうん。あ、なんか、あの、リスナーさん同士で、うん、あの、いい素敵な話し合いが生まれてる。何なんか、そうそう、あの、沖縄大好きさんが、ゴーさんは僕のリスナー友達って来て、うん、で、プレイグさんが私も仲間に入れてって来て、うん、沖縄大好きさんが、プレイグさん何をおっしゃってるのですか、もう仲間に入ってますよって。いいね。お、ゴーさんから、ミンビ最高と来てますね。サウスオレンジが、僕が、すごく好きで、ミンビの。うん。今でも聞いてます。シングルのザ・パーフェクト・ビジョンより聞いてるかも。どんな歌？どんな歌？どんな歌？ザ・パーフェクト・ビジョン。うん、ああ、女性の歌だからちょっと出ないよ。はい、ブレイグさんが仲間に入れてもらった、嬉しいって来てるね。うん、いいね、夏も仲間に入れて。すごいね。あ、それは大事ですよ、ゴーさん。僕、少年野球のコーチだけど、うん、子供に叱るのではなく注意するようにしていますって。うん、うんうん、今の時代ね、うん、っていうのもあるしね。うん、叱られたらやっぱり萎縮しちゃうから、うんうん、大事大事、うんうん、はい、良いんじゃないでしょうか。はい、じゃあそれでは曲を終わります。あげてない、何あげる、どれだったっけ、これか。はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、ありがとうございます。おい、夏美キサー、夏美キサー、ぼーっとしてんなよ。ぼーっとしてない。夏美キサーはね、いやでも分からんよね、難しいよね。難しかったね、今のね、うん、今のとこが難しいよ、一番、うん、でも大丈夫、もう峠は越えた、峠は越えた、なんか言い方おかしいですけれども、なんかちょっとね、ミキサーはやっぱいじるところがね、うん、単純であるからこそ難しいみたいなね、ところがあるんで。そうだね、難しかった、今の全然見分かんなかった、うんうん、僕もね、慣れるまでは本当、ミスも多かったからさ、うん、そっか、はいはい、多めに見てあげましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次からも頑張ってミスします。いや、ミスは頑張ってしなくてもいいんだけどね。あ、そうだね、うん、はい、で、ツイキャス最後読んでいこうかな。うん、はい、お願いします。ツイキャス今日いっぱい来てるね、うん、楽しい。沖縄大好きさん、さっきの短期の話、はい、うん、ツイッターで誹謗中傷された時なんて大変でしたよ、うん、相手はタンチャーだから、うん、切れてる書き込みしては怒りの絵文字を書きまくって僕に攻撃してましたもん。うん、ネットを介してね、文句言ってくるやつはもう、大したやついないから。そうそう、へっぴり腰ですから、みんな。プレイグさん、今の時代、他の子供叱るのも、他の子供を叱るのもトラブルになるしね、とのことですね。うんうん。そうだね。あとは、褒めて伸ばす。あ、そうそう、褒めて伸ばすのもいいと思いますよ。うん。うん、いい、いい。うん。俺も、まあ、夏美さんもね、夏美さんの、なんていうの、キャッチフレーズの、一つとして、うん、褒めて伸ばして中村夏美ってありますからね。ありますから、ね、はい、沖縄大好きさん、じゃあ健太さん、夏美さん、こうしよう、うん、沖縄大好き友の会を結成、いや、うん、FM 議論は友の会がいいか、沖縄大好き友の会でもいいよ、沖縄大好き友の会でもいいよ、いい、いい、いいよ、いいよ、うん、じゃあ俺も大好きだから、半年に1回ぐらいカラオケ行こうみたいな。はい、サッチーさん、はい、
サチは逆に頑張りばっかりして叱られてたなーって、うん、ああそうなんだ、いたずらっ子だったんだチューバーってやつか、うん、いたずらっ子サチさん埼玉の郷さんよりで、はい、で好き友の会って悟空めっちゃ黙ってない孫悟空かなカカロットかなカカロットかな、うん、あプレイグさんも褒められて伸びますとのことです、うんうん、じゃあみんなで褒め合って伸びて伸ばして伸びられていこうゴーさんのキャッチルズ来たよ、うん、褒めて伸ばして鼻の下も伸ばす埼玉のゴーだそうです、ただのエロやん、はい、つけめやん。では本日のメヘラジオはここからでお開き、はい、今日も元気に病気中中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ寝ろ。はい、皆さん、2本目もお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございましたじゃあもうだお別れちょっと呼ぼうかね、うん、沖縄大好きさん、はい、褒められて伸ばす、うん、夏美さんには、うん、これなんて読むかな、ピラパラの褒められて伸びるタイプのガールという曲をおすすめします、うん、全然わかんないけどピラパラピラパラピラパラね、ピラパラの褒められて伸びるタイプのガール、へー、歌があるのそういう、うん、みたいよ。ピラパラ OK 覚えとく。プレイグさん、鼻の下伸ばしたら奥様に怒られますよって。そうだねそうだね。いやゴーさん、ゴーさんはね多分奥さんに鼻の下伸ばしてるかも。奥さんに鼻の下伸ばすんで、うん、どこまでも伸びてっちゃうのかなはい、あ沖縄大好きなも同じこと言ってる。鼻の下を伸ばすのは奥様にだけですよね。そうそうそう、ケンテさんもそうなんですよっつって、はい、ああみんなお疲れ様でした。はい、あそう、体調気をつけてね皆様、本当に、うん、うん、じゃ あ寒くなってるんでね、本当に風邪とか、そうそうそう、熱発、うん、体調にはお気をつけて、窓閉めて寝ろよ。はい、じゃあ皆様お薬飲んで寝ろ。